前回ここ四つ角にね杭をそれぞれ打ったんですけど、この杭はねいずれこれ取らなきゃならないんですよ。なぜかっていうと、この杭の上に真上に使い石を置くわけですよね。基礎を打つわけで、まあ私の場合はここ使い石を置くんですけども、この杭が自体が邪魔になってしまうので抜かなきゃならない。抜いてしまうとですね、このそこの位置が分からなくなるということでですね、こちらの水糸をねここに直接この杭に直接結ぶんではなくて、これよりもうちょっと外側に杭を打って、それぞれ打ってですね、こちらの水糸はこちらの杭に、でこっちの水糸はこっちの杭に結びつけて、そうするとこの杭を抜いてもですね、ちょうどこのクロスしたところ、十字にクロスしたところ、ここが杭の位置になるわけ、まあ邪魔になるのでですね、一旦この杭を外します。今日は何をするかというと、水糸を張りましたけど、四隅にね水糸を張りましたけど、この水糸がねまだ水平が取れてません。単に張っただけです。まず大きく分けて2つの方法があります。1つ目は、水盛り、ね、水というのはいつも水平になりますから、水を使ってね水盛りという方法、それから2つ目は、ハイテク装置、レーザー水平器、この2つの方法によってですね、この水糸をですね水平に張り直すということをやってみたいと思います。ブロックは別に水平でも何でもなくて、単に台の上に乗せただけですので気にしません。でこのホース、どんぐらいあるのこれ、水槽なんかで使うようなホース、あんまりそんな太くなくても大丈夫です。で切り売りでね5メートル分買ってきました。これを片方をこう沈めます。これなんで5メートルか、この長さはですね、これ今真ん中ぐらいに置いてます。ちょうど真ん中に置いてますね。そこから角角に伸ばしていくので、角までの距離がね、まあ、5メートルもあれば十分かなということでね、それでこれを吸い込む、の飲んじゃダメでねの飲んじゃダメ、飲む寸前、口元に来たら離す感じ。あ、な、あ？ん？くっ。飲んじゃった。どこだどこだ。どこだどこだ。ここだ。ちょっと止まったところでね、ちょっと多少揺れるんで、揺れが収まったところで、ここに水なので、水の場合だから、まあ、青でマーキングしときますね。こうね、じゃーん、じゃ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 ーん、これが秘密兵器。これどういうふうにして使うかというと、これはね、まあ置いてもいいし、下に穴が開いてるんでここ三脚つけることもできます。で、まあ自分はね今回はこう置きますけどね、
下水平じゃなきゃなんないんですね。下が水平になってないと警報が鳴ります。で、下にこう調節する足が3箇所あるんでね、これ伸びたり縮めたりできるんで、上にね、わかるかな、あれわかるかな、上にね、気泡がついてて、水平器、普通の水平器の泡で、わかるようなね、ぐるーっと水平を確認できます。ね、試しに擁壁にね、擁壁が水平になってるかどうかね、ちょっと見てみますね。この擁壁はね、普通の100均の100均で買った水平器、これ使ってね、擁壁の方はだいたいこれでやったんですけどね、ほぼほぼでも大体水平じゃないですかね。100均の水平器役に立ちますね。警報が鳴ってないことを確認して、これ回転させます。まあ、点しか見えないと思うんですけどね、点見えますかね、こういうふうに印をつけていきます。で、これを回転させて、こっちもいってきます。ここのね、水盛りでマークしたところと今レーザー水平器で当てたところ、これ違うんですけど、これは位置が違うのは気にしません。位置が違うのは当たり前であってね、問題はこの幅、この幅を測ってね、これが全て幅が一緒だったらどっちも正しいってことですよね。この高さの違いっていうのは結局置いたレーザー水平器を置いた高さとバケツの水面の高さが違いますので、合わせてないんで、だからこう高さの差が出ると。幅が全部一緒だったらどっちも正しいってことですね。で、同じように他もやってみます。下が水盛りで、上がレーザー、そうすると間は8ミリ、8センチですね、8センチ、8センチちょうどで、こっちは8センチちょうど合ってる。じゃあ次行きますね。次行ってドキ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 、お、8センチちょうど、こっちは8センチちょうど合ってますね。合ってる合ってる。おお、8センチちょうど。うん。合ってる、8センチ。じゃあさ、これ最後の角ですね。8あるわ、8センチだわ。うん。7.9 ミリ、まあ、約8センチ。こっちは8.5 か、 8.5。 最後の1本だけね、ちょっと合いませんでしたけどね。なので、まあ、お金をかけずにという面では、この水盛りを使うのがまあ一番、まあ、ただですから、まあ、コース代500円ぐらいしかかかりません。
ただね、便利さから言ったらね、レーザー水平器の方が圧倒的に便利ですよね。だって水を汲む必要もないし、かかる時間はね、本当回転させるだけで四方全部見渡すように、水平を出すことができるんでね、便利さから言ったらレーザー水平器の方が全然ダントツですけどね。まあ1回限りしか使わないっていう場合でしたらね、水盛りで、まあ、十分、マーキングしたところね、そちらから下に下げる、どのぐらい下に下げるか、それからどのぐらい上に上げるかということで、水糸をね、高さを調整します。片方だけ上げるんではなくてね、同時に同じ長さだけ下げる、同じ長さだけ上げるって上下させれば、全体的に水平面が、出るということですのでね。それではまた皆さん、さようなら。飲んじゃダメ。飲んだら高さが変わってくる。